ダイハツ ZM 型エンジンは、ダイハツ工業が生産していた、軽自動車用エンジンの一つである。1966年に、フェロー向けのエンジンとして初登場した、軽自動車用 360cc エンジンであり、後には、ハイゼットにも搭載された。基本仕様は2サイクル水冷直列に、気筒ピストンリードバルブ、 内径六十二点零ミリメートル、高6五十九点零ミリメートル、総排気量三百五十六 c c であり、もともとは1960年にハイゼット用エンジンとして新開発されていた空冷リサイクル直列二気筒のダイハツ ZL 型エンジンをベースに水冷化したものである。潤滑系統は MP5 型ミゼットの ZD 型リサイクル空冷単気筒エンジンで実績のあった。 オイルマチック分離給油方式を ZL 型に引き続き採用。2ストロークオイルはオイルポンプによってエンジン各部に個別供給される。燃料供給装置はキャブレターで、ツインキャブレターの高性能エンジンもフェローマックス向けにラインナップされていた。ZM 型はダイハツが軽自動車向けに開発した最後の2ストローク期間であり、1973年の昭和48年。 排出ガス規制施行以降、年々強化されていく自動車排出ガス規制によって、他社が2ストローク期間の使用を諦めていく中で、鈴木の LJ50 型エンジンと共に、昭和50年排出ガス規制をクリアした。しかし、昭和50年暫定規制の施行に先立つ1976年1月には、軽規格が 550cc に拡大し、ダイハツも、 後継エンジンである4サイクル 550cc のダイハツ AB 型エンジンを市場投入。軽乗用車のフェローマックスでは1976年いっぱいは ZM 型も併売されていたものの、翌1977年のマックスクオーレでは AB 型に完全移行した。ただし、ハイガス規制の緩い軽乗用車のハイゼットでは550。 CC 規格を運転できない軽限定免許ユーザーに配慮して1981年8月まで ZM 型エンジン搭載車を継続販売していた。ZM 型は日本国内においては生産が停止されて久しいエンジンであるが東南アジアにはミゼットの車体とともに多くの ZM 型エンジンが輸出されタイやラオスでは三輪タクシーの特ク,クのエンジンとして 引き続き生産されている。ありがとうございます。